はい、皆さんこんばんは。えー、おやすみ春ナイトの時間がやってまいりましたが、ちょっと今日はですね、出先なんもんでして、ちょっとお家からではない状況です。今日はですね、あの、バイオリニストのエリさんにお誘いいただいて、えっと、なんだっけ、ハイドラフェイシャルっていうね、なんか、あの、毛穴の洗浄をしてもらいました。あの、なんか、レセプションパーティーみたいな感じでしたね。ハイドル、ハイドラフェイシャル、 ハイドラフェイシャルジャパンさんっていうところがね、あの、おそらく主催されていて、そこの体験会あのレセプションパーティーみたいな感じでね、なんかあの、ご飯食べ放題であのいっぱい食べました。あの、シャンパンもね、2杯ぐらい飲んじゃいました。で、なんかあの、毛穴をね、洗浄してもらいましたよ。なんかね、鼻がツルツルになりました。顎もね、ツルツルです、今。ほんとね、あの、これはあの別に、なになに あの広告でも何でもなくねあのマジであのお鼻や顎がツルツルになりましたよはいなんかちょっとね化粧すするのがもったいないぐらいだったたいいいななぐらだんですよねなんかねあの毛穴をきれいにしてから美容液を入れると効果があるんですって。ということでねあのなんかまるで。 何広告みたいな感じになっちゃいましたけれども、そんな感じで、はい、行ってまいりました。あの、バイオリンのね、あの、美人バイオリニスト、エリさんにね、お誘いいただきました。はい。えー、本日はちょっとね、ピアノがなくて演奏ができないんですけれども、明日は、明日ももしかしたらプレミア配信なんですよね。ちょっとね、少し思ったよりもちょっとバタバタしております。という感じで、 あの、ちょっと申し訳ないんですが、金曜日は、フライデーですね。フライデー。えっ、ー、と、久々のご登場となります。えー、みンみミキさんでお届けいたします。ね、みンみミキさんと私でね、あの、フライデーライブしていきますので、ぜひぜひ、あの、見てください。ということでね、ちょっと本日、めっちゃ短い、 超短くて本当にごめんなさい。えー、ちょっと合間を縫って、あの、プレミア配信用の動画を今撮っております。ということで、明日もプレミア配信なんですが、どうぞ、末長くお付き合いください。もう今日から12月ですね。超早い。ということで、ごめんなさい。ではまた明日お会いしましょう。おやすみなさい。